それではただいまから知事の定例記者会見を開催いたします。はじめに知事からお話をさせていただきます。はい、大変遅くなりまして申し訳ございません。私から1点、はじめにお話をさせていただきます。新型コロナウイルス感染症についてであります。本日3名の方が新型コロナウイルスに感染をされお亡くなりになったことが確認をされました。お亡くなりになった方々に哀悼の意を表しますとともに、ご遺族の方々に心からお悔やみを申し上げます。同では5月16日から34日間、1ヶ月以上にわたる緊急事態宣言の下で対策を取り組んできたところでございます。期限の20日まで残り2日間となったわけでありますが、この間感染者数については5月16日に比べますと 80% 以上減少をいたしました。感染状況をここまで改善することができましたのは、道民の皆様、事業者の方々をはじめとして多くの皆様にご理解ご協力を賜りました。その賜物であります。心から皆様に感謝を申し上げます。しかしながら入院患者数でございますが、依然として高い水準にございまして、医療への負荷、大きな負荷が続いている状況でございます。こちらの感染者数は非常に減少しておりますけれども、入院の負荷についても減少はしているんですが、非常に高い水準という状況でございます。依然として医療への負荷が続いている状況にあります。特に札幌市の感染者数でございますが、全国の政令指定都市の中でも一番多い状況になってます。また市内では通常の医療に支障が生じる施設があるなど、厳しい状況が続いてます。そして、道内ではすでにアルファ株に置き換わったとされておりまして、変異株の感染力の高さ、こういったものを踏まえますと、今後も予断を許さない状況が続くということになります。感染を着実に抑制をしていくためにも今後の対応が重要となります。こうした状況を踏まえまして、6月21日から7月11日までの3週間、札幌市を対象にまん延防止等重点措置、まん延防止等重点措置を実施することといたしました。まん延防止等重点措置の下で、札幌市内においては感染者数をもう一段減少させるため、人と人との接触機会を抑える取り組みを進めてまいります。具体的には引き続きできる限り外出を控えていただく、このことを引き続きご協力をお願い申し上げます。飲食店などの皆様には、そうですか、聞こえてなかったですかね、失礼いたしました。飲食店などの皆様には引き続き営業時間につきましては夜8時までとしていただきまして、カラオケの提供も控えていただくようにお願い申し上げます。お酒の提供についてでありますが、21日以降は一定の要件を満たした店舗は夜7時まで提供できるということといたしましたが、要件を満たさない店舗は酒類提供を控えていただきたいと思います。お酒を提供するための要件でございますけれども、全国的な基準として利用者は4人以内とすることのほか、アクリル板等の設置や手指消毒の徹底などの対策が必要となります。さらに札幌の厳しい感染状況などを踏まえまして、道としては独自に滞在時間については2時間を目安に制限を設けさせていただきます。また、大声での会話を避けるための注意喚起をすること、業務開始前の検温など従業員の体調を確認することなどの要件を加えることといたしました。飲酒の場面は感染リスクが高いとされ、感染を防ぐため遵守をお願いしたいと思います。飲食店等の事業者の方々の対策を進めていただく一方で、感染拡大防止には利用者の方々のご協力が不可欠であります。利用される道民の皆様にも、厳しい状況にある飲食店を応援をするため、
ご来店は4人以内、短時間の飲食といったことをご協力をお願いいたします。こうして利用者の皆様にも飲食店の取り組みを支えていただき、お店とお客様、そして街の安全確保をこちらを図ってまいりたいと思います。次にイベントの開催についてであります。人数の上限につきましては収容率の制限を踏まえた上で5000人までといたします。また営業時間については無観客で開催されるイベントを除きまして夜9時までとさせていただきます。続いて飲食店以外の施設についてであります。ショッピングセンターや百貨店、スーパー銭湯などの大規模な施設においては引き続き営業時間を夜8時までとさせていただきます。次に映画館や展示施設のほか運動施設などイベントに準じた大規模な施設は同様に営業時間は夜8時までとさせていただき、イベントの開催等がある場合には夜9時までとさせていただきます。札幌市内の事業者の皆様に対するお願いでありますが、引き続き出勤抑制を目指すことを含めテレワークなどの徹底をお願いいたします。また事業の継続に必要な場合を除き勤務時間は夜8時までとすることも継続して取り組んでいただくようお願いいたします。市営地下鉄や市電についても引き続き終電の繰り上げを実施いたします。札幌市内の学校においては学校行事や部活動は引き続き対策をお願いいたします。運動会や体育祭といった学校行事は中止や延期、縮小、部活動については全道、全国大会につながる活動などを除き原則休止いただきますようお願いいたします。また高校においては時差通学、大学においてはオンライン授業など密にならないための必要な取り組みをお願いいたします。札幌市内の同立、私立の公共施設につきましては原則休館を継続いたします。続いて札幌市以外の地域についてであります。札幌市は厳しい感染状況を踏まえ人と人との接触を低減させる対策を進めてまいりますが、札幌市以外の地域については医療提供体制の負荷を低減させていくため感染防止対策、感染リスクを回避する行動の徹底をお願いいたします。まず外出に対するお願いについてであります。外出の際には訪問先、内容などを事前にご確認をいただきまして感染リスクが回避できるかどうかを検討していただきたいと思います。その上で感染リスクの回避が難しいと考える場合には外出を控えていただくようにお願いいたします。しかしながら札幌市との往来については札幌市内の厳しい状況についてご理解をいただき感染リスクが回避できるかどうかにかかわらず生活や健康の維持に必要な場合を除き札幌市との往来については控えていただくようにお願いいたします。札幌市以外での20日をもって札幌市以外では20日をもって飲食店等への時短が終了をするわけでありますが、これまで厳しい感染状況にあった石狩振興局管内、小樽市、旭川市については感染の大きなリバウンドを回避するためにも経過区域として時短については段階的緩和を図ることといたしました。具体的には飲食店等の皆様にはお酒のお提供は夜8時まで、営業時間については夜9時までとさせていただき、カラオケの提供も控えていただくようお願い申し上げます。また利用者の皆様には対策が徹底されていない飲食店の利用を厳に控えること、食事は4人まで、短時間、深酒せず、大声出さず、会話ではマスクをするなど感染防止対策を徹底していただくようお願いいたします。これはすべての市町村の皆様へのお願いになります。イベントについては人数上限は1万人までの施設の場合は5000人、
1万人を超える施設の場合は、1万人を上限とした 50% 以内といたします。収容率は大声の有無で 100% から 50% となり、人数上限をと収容率の小さい方を限度とさせていただきます。札幌市外の学校についてでありますが、部活動については活動の時間、人数、場所などを厳選した上で対策を徹底していただくことといたしました。以上、まん延防止等重点措置の内容や考え方についてお伝えをさせていただきました。本道の中心都市である札幌市の感染状況をもう一段減少をさせるため、そして本道における大きな再拡大を防ぎ、医療への負荷を低減させていくため、今一度全道が一つになって取り組みを進めていただけるように、道民の皆様、事業者の方々のご理解とご協力を改めてお願い申し上げます。飲食店等の事業者の皆様に営業時間短縮などの要請をさせていただきますが、要請にご協力いただいた飲食店等の皆様には支援金をお支給いたします。札幌市内において中小企業と個人事業者には1日あたり3万円から10万円、石狩管内と小樽市、旭川市内において中小企業と個人事業者に 2万5千円から7万5千円、大企業にはいずれの地域におきましても上限20万円となります。また札幌市内における飲食店以外の大規模施設についても、面積や時短の長さに応じた支援金を支給いたします。なお、要請内容や支援金については本日道のホームページに掲載をさせていただきますとともに、対象となる事業者の皆様に対し、道と札幌市では専用のコールセンターを開設しておりますので、この協力金を含めお気軽にご相談いただきたいと思います。次にワクチン接種の状況についてであります。高齢者向けは1回目が 33%、 2回目が 7.1% 終了となっております。直近1週間の接種回数は1日平均約3万回となっておりまして、先週の2万4000回から約6000回増加をしている状況にあります。そして同直営の集団接種会場、北海道ワクチン接種センターが明日開設となります。当初、札幌市、江別市、千歳市、恵庭市の高齢者の方々を対象としておりましたが、新たな接種希望者の増加などにより道に協力要請がありました。北広島市、東別町を追加することとし、2つの市町で約1割程度増える見込みであり、十分対応できるそういった人員を確保することといたしましたので、1割程度、まあ2つの市町で増えるわけですが、対応できるというふうに考えております。また予約枠に余裕がある場合には、潜在看護師の方、そして警察職員の方などにも接種をさせていただくことといたしました。最後に感染者情報の公表についてであります。道では6月20日から個人情報の保護に配慮をしつつ、地域の感染状況を分かりやすくお伝えをするため公表の方法を変更します。ポイントは非公表のない公表といたします。また市町村別の感染者数を、すべての市町村のその感染者数を公表すること、毎週月曜日にですね、市町村別に7日間の合計の感染者数をまとめて個人を特定しない方法で公表をさせていただきます。今後市町村別の感染状況を公表をさせていただくこととなりますが、感染者等を特定しようとする行為、誹謗中傷などを決して許されるものではありません。絶対にやめていただきますようお願い申し上げます。また保健所や市町村役場に対して感染者個人に関わるお尋ねは控えていただくようお願いいたします。新型コロナウイルス感染症はどこでも誰でも感染をする可能性があります。今後とも道民の皆様の思いやりある行動をお願いいたします。
道民の皆様、事業者の方々には長期間にわたりまして、大変ご負担をおかけしてまいりましたが、感染状況を大きく改善することができましたのは、まさに道民の皆様のご理解、ご協力の賜物であります。改めて深く皆様に感謝申し上げます。しかしながら、医療提供体制は依然として厳しい状況がございます。また、変異株への警戒、こちらも必要であります。緊急事態宣言はまだ解除されておりません。6月の20日まで2日間まだございます。特に明日からは緊急事態宣言下での最後の週末を迎えるわけであります。引き続き皆様には高い警戒感を持って、できる限りの外出を控えていただくなど、残り2日間、人と人との接触機会の低減にご理解とご協力をお願い申し上げます。私からは以上です。それでは、まずただいまお話ししました話題に関するご質問をお受けいたします。ご発言の際は挙手の上、社名と名前をお願いいたします。朝日新聞の茅場といいます。知事、連日大変お疲れ様です。酒類の提供に関して3点お伺いします。知事は昨日までの記者会見や本日の道議会の答弁等で、札幌と札幌以外の感染状況が大きく異なって、札幌に関してはより強い措置が必要だというご認識を示されていましたが、今回の本部会議ではその石狩、関内、小樽、旭川にも措置が必要だという決定になりましたが、なぜそのように変わったのかという経緯を教えてください。はい、続いて、いいですかね。続いて、あと今回の重点措置の場所はですね、地域においてはですね、知事の権限によって酒類の提供の自粛を求めるなど、より強い権限を求めることができるかと思います。札幌市は全国でも最多の感染者数の10万人あたりのですね、見ると最多の感染者数を確認するなど、医療体制も逼迫した状況が続いてますが、今回決定した措置で十分なのかどうかということ、それから最後に、今後感染者数が増えた場合など、措置を強めることはお考えかどうか、またその場合の指標などについて何か考えていることがあれば教えてください。よろしくお願いします。はい。まずはですね、このまん延防止等重点措置の対象となることが、昨日決定しまして、道として国、市町村との協議、そして有識者の皆様に対する意見をお伺いをすること、また本日の議会議論などを踏まえて具体的な対策を検討してきたところでございます。何か対策は決定をしていたということではございません。正式に決定をしたのはですね、対策本部で決定をしましたので、一部マスコミの方がですね、その検討中の報道などがあったというふうに承知をしておりますけれども、対策本部において正式に決定をしたところでございます。これまで厳しい感染状況にあった特定措置区域において、大きなリバウンドを回避をしていく、そのことに向けた取り組みを進めていくためにですね、飲食店における時間短縮について段階的な緩和を行っていくことが適切であろうという判断のもとで、今回の対策を決定させていただいたところでございます。札幌市の状況につきましても同様でございまして、そのさまざま有識者の方々、また札幌市とも協議の上ですね、現在の感染状況なども踏まえてこの措置を決定をしたところでございます。その方針の中にもございますけども、また国の対処方針にもございますが、その感染の再びの増加、ここにですね、しっかり機動的に対応していく、このことが重要だと思いますので、まん延防止等重点措置の期間中もしっかりモニタリングをしながら、必要な対策というものは講じていきたいというふうに考えています。東京や大阪ではその会食の際の人数を制限するなどの知事としての措置を取っているような都府県もありますけども、札幌市に関しては現在の措置で十分だというふうにお考えでしょうか。今お話しした通りですね、札幌市と協議をさせていただきまして、措置内容について有識者にご意見を伺った上で、
決定をさせていただいたところであります。皆様にそのような背景のもと決定された今回の措置についてですね、飲食店の皆様のみならず利用する皆様にもご協力をいただきながら、この感染拡大なんとか防ぎながらですね、状況を改善していきたいというふうに考えています。措置を強める場合の具体的な基準等は現時点ではお考えはありませんか？現時点でですね、まず緊急事態宣言20日まで2日間ございますので、しっかりやっていきたいと思います。また6月21日から新たな対策が始まってまいります。しっかりその実効性を上げていくこと、さらにはしっかり感染状況を毎日モニタリングしますので、その感染の状況というものに応じてですね、機動的に対応していきたいというふうに考えています。ありがとうございました。他にご質問ございますでしょうか？北海道新聞の村田です。今の朝日新聞さんと質問結構重なるんですけども、旭川とか、小樽などに、措置をこう拡大したわけなんですが、その中でこう国や市町村専門家の意見を聞いてというような、ことでしたが、国からどういった意見があったんでしょうか？国といいますか、各自治体の皆様からもですね、その特定措置区域として強い対策を取り組んできました。その中でやはり段階的な解除ということで、行っていくことが必要ではないかというご意見もございましたし、また札幌がやはり感染状況厳しいと、また医療提供体制も厳しいと、さらにはそういった札幌とですね、どうしても人の往来があるという状況の中での、その各自治体の皆さんもですね、対策を講じていく必要性、そういったお話もありました。またそういった段階的にですね、大きなリバウンドを回避するためにも、この飲食店における対策につきましては講じていく必要があるのではないかというご意見なども踏まえまして、こういった対応とさせていただいたところでございます。国からは特段なかったんですか？なんか国からもあったっていうふうに言及はされてましたか？国からという点で言えばですね、他の、地域が取っている措置内容などもですね、国の方に情報が集まってきたりとかもしますので、そういったものも教えていただいたり、我々も各自治体に問い合わせたりなどもしてましたけども、そういったことなども踏まえて、で国の協議というのはですね、措置を講じるときに出すんですね。こういった対策を講じますよということは出しますので、そういった状況の中での協議というか、そういったものはあるんですけども、そういった中で国が何かこれがどうだとかああだとかっていうのを1から10まで言ってくるわけではないわけですけども、そういった状況の中で決定しているということです。あと、これも朝日新聞さんお聞きになったその東京や大阪での対策でこう利用者を制限するという部分で、道においては利用者4人で、東京とか2人とい こう独自に減らしているわけですけども、こういった部分まで、踏み込まなかった、感染者数札幌多いわけですけどね、その政令市でトップという数字が続いているわけなんですが、にもかかわらず踏み込まなかった理由、やはり、酒類提供は私個人的にはしてほしいなとも思いますけども、そういった、やっぱり飲食店の方々に対する配慮などがあったんでしょうか？酒類提供、知事の権限で、なんて言うんでしょうか、提供を控えていただくとこういうことも、対処方針上できるということがありましたので、札幌の極めて厳しい状況も踏まえて、札幌市ともそこは協議をさせていただきましたけども、酒類提供を7時まで、とすることが、札幌市としてもですね、そういった対策の中で実効性を上げさせていただきたいというお話などもありまして、そこはしっかり協議をさせていただいた中で、道独自のですね、このプラスする4項目以外のものもプラスをして、札幌市とともに実効性を上げて対策を講じていくことで対応していきたいというふうに考えました。
まあ、その中で、まあ、皆さんにご意見いただいてですね、対策本部で決定したということです。まあ、協議の内容についてお聞きしているんですけども、ええ、その要はやはり飲食店の厳しい経営状況っていうに対するこう札幌市側の配慮っていうのが、気持ちとしては強かったってことでしょうか。やはり相当厳しい長期にわたってますし、まあ、飲食店の皆さんが大変な状況にあるということはこれ間違いないわけです。まあ、酒類の提供が一部できるようになるとはいえですね、営業時間の短縮は続くわけでありまして、そういった意味でも大変厳しい状況は引き続きあるわけでありますが、短い時間ではあってもですね、そういった酒類の提供ができるということは飲食店にとっては、まあ、大きなことだと思っています。まあ、確かに札幌市感染状況極めて厳しい状況はありますが、まん延防止等重点措置の中で求められるそういった対策、さらにはプラスアルファで同独自にですね、こう加える部分もありますので、まあ、こういった中で飲食店などのご協力もいただきながらですね、また利用者の方にもご協力をいただきながら、なんとか感染をしっかり減少させながらですね、取り組みを進めていきたいというふうに考えています。よろしいですか。他にご質問ございますでしょうか。では後ろの方。STV 中内です。石狩と旭川と小樽について伺いたいんですが、まあ、感染状況とかなり改善してきてですね、事業者の中にも、まあ、21日から、まあ、通常営業できると期待してた飲食店の声も多数ありました。で、この段階的な緩和というのは、この期間中にさらなる緩和があるものなのか、例えば期間中にこの3地域の時短が解除するという判断になる場合、どういう数値が基準になってくるんでしょうか。基本的には措置内容をご覧いただければ分かると思うんですが、6月21日から7月11日までの間、皆さんにご協力いただく、そういったことを想定します。じゃあ、まあこれ以上改善しても基本的にはこの期間中はこの対策を続けるという理解ですか。はい、そのように考えています。数字上は相当改善しているのも事実です。ただ一方でこれまでもですね、その札幌との生活圏が人の往来などがある中で感染が残念ながら拡大をする傾向が地域内ありました。また旭川市においてもですね、これまでもかなり厳しい感染状況になった時期、また医療提供体制、自衛隊の派遣などもありましたけど、大変厳しい医療提供体制の状況になったこともありまして、まあ、そういった状況などを踏まえてですね、解除については段階的に対応する、これがリバウンドを、大きなリバウンドを回避する、そういったことにつながるというふうに考えてますが、大変、事業者皆さんには、ご負担をおかけするわけでございますけれども、そういった趣旨にあることをご理解いただいて、ご協力いただければというふうに思っています。ありがとうございます。他にご質問ございますか。では今度は前の方。読売新聞井上です。札幌市の飲食店への、まあ、酒類なんですけども、まあ、条件付きで酒類提供を認めるということで、その対策についてですね、まあ、チェック機能といいますか、どのようにその、まあ、実効性であったら、まあ、実際にやってるっていうところを担保していくのかということをお伺いしたいんですけども、まあ、今日議会議論の中で第三者の認証制度の話なんかもありましたけども、そういったこともこう絡んでいくことになるんでしょうか。まずはですね、これはもう21日からの措置になってきますので、ちょっとまだイメージではありますけど、これはこれを使うっていうわけではないんですが、例えば、こういったですね、それぞれお店の前にですね、こういったそれぞれの対策をやってますよということを掲示していただいたり、しようと考えています。これちょっとまだ正式なものではないんですけども、あらあらのものなんですけども、考えています。また見回りについてもですね、これ行っていきますので、まあ、その中でチェックをしていくという形になりますので、まあ、その中でも実効性を上げていきたいというふうに考えています。また第三者認証の方もですね、対処方針上、
進めていくということになってますので、まあ、今実証のですね、取り組みをですね、北海道としてもやっていこうということになってますので、そこもある意味で並行してやっていくことになるというふうに考えています。現在、まあ、緊急事態宣言下でもですね、もうすでに営業をもしているお店なんかもですね、かなりあるということでですね、まあ、実際にどこまでその、こう、要請守ってもらえるかっていうところが、また、これから、重要になると思うんですけども、そのあたり、呼びかけといいますか、どのように働きかけをしていくか、改めてお願いします。はい。まあ、この間ですね、本当に厳しい、要請内容にもかかわらずですね、本当に多くの皆様にご理解ご協力を賜ってまいりました。まあ、なかなかこうご協力をいただけない、重ねて要請をした中でご協力をいただけない店舗、まあ、そういったところに対しては文書による行政指導なども行ってまいりましたけれども、多くの方々にですね、ご協力をいただいてきたのも事実でございます。まあ、今回の札幌の状況なども丁寧にご説明をしながらですね、今後の対策にもご理解ご協力いただけるように丁寧に説明をしていきたいと思っています。他にご質問ございますか。後ろの方。まん延防止等重点措置の区域については札幌市が対象になります。その他の、まあ、対策といいますか、という状況の中で、石狩管内、小樽市、旭川について、段階的な解除ということで、時短を講じるという形を取らさせていただくこととなりました。議会の議論、またぶら下がりなどでもお話をさせていただいてまいりましたけれども、正式にはですね、対策本部で決定をさせていただくこと、また国の方の対処方針、北海道の感染状況、国の方の対処方針などを踏まえてですね、自治体や有識者に意見を伺った上で決定をさせていただきたい。具体的なその措置内容についてはですね、そういった状況の中でお話をさせていただいてまいりましたので、まあ、一部報道などでですね、少し誤解を与えるような部分があったのかもしれませんけれども、最終的な措置内容というのは対策本部で決定をさせていただくということを繰り返し申し上げてまいりましたので、その中で決定させていただいたということであります。経過措置区域の事業者の間で、まあ、準備というか心の準備を含めてなんですけども、準備できる期間に差が出てしまっていると思うのですが、まあ、こういった形でのメッセージの出し方は適切だったのかどうかお聞かせください。もう一度ですか。要は、まあ、はい、まあ、札幌についてはもうすでに今日も少なくとも午前の段階で言及されておりまして、はい、その他の区域の酒類提供については、まあ、この対策会議で初めてできたような話題になるわけなんですけども、まあ、準備時間というのがそこに差が出てきまって決まってるわけじゃないですか。そうですね。はい、そういった形のメッセージの出し方が、まあ、適切だったのかどうかについてお考えございますか。そうですね。まあ、一部マスコミの中にですね、その確定的な書き方がなどがあった部分がありまして、大変残念な部分があったわけでございますけれども、まあ、対策本部会議で正式に決定をさせていただくという中でですね、まあ、丁寧な説明をしていきたいというふうに考えています。すみません、あとまたちょっと別の論点なんですけども、観客の上限のイベントの上限の話で、まあ、5000人とあるんですけども、オリンピックについて1万人上限という考えも出ているようなんですが、こちら、まあ、札幌ですと、まあ、札幌ドームでのサッカー開催が該当すると思うんですが、もし1万人という話になった場合にこの5000人とどちらが、優先されるのかことになるのでしょうか。オリンピックの観客上限が1万人と
いうことになった場合、オリンピックの観客上限はまだ決まってないんだと思ってます、はい、観客を入れるかどうかも含めてですね、はい、じゃあ仮にそちらで5000人を超える設定がされた場合というのはどちらが優先されるんですか。決まってないんだと思ってます。観客を入れるかどうかも含めてそうですけども、その東京大会の観客の取り扱いはですね、これは6月の21日ですか、に開催される5者協議ですかね、そちらで決定をするというふうに認識をしてますけども、やはりまあ、これかねてから申し上げてますけども、まあ、オリンピックだけが特別な扱いになると、まあ、その多くの方のご理解が得られないんじゃないかと私は思ってますけども、まだ決まってないのではないかというふうに思ってます。はい。よろしいでしょうか。他にご質問ございますか。後ろの方。共同通信の石黒と申します。関連してなんですけれども、本日札幌の秋元市長と、連名で、東京オリンピックに関する、要請をされたと思うんですけれども、その中の内容にですね、今後示される観客上限の考え方に関わらず、競技開催時の北海道札幌市のコロナの感染状況に応じて、より厳格な観客の制限を行うことっていうことを要請されていると思うんですけれども、これを要請した知事の思いっていうのを、改めて教えてください。まあ、まだ観客を入れるかどうか決まってないという状況がある中でですね、やはりどういった扱いになるんだろうということで、まあ、多くの道民の皆様がですね、やはり心配をされていたところがあったと思ってます。まあ、その感染状況を確実に今後見通すことはなかなか難しいというところがあるかと思いますので、やはり感染状況に応じてですね、しっかりそこは考えていただく必要があるだろうという思いから、秋元市長と連名でですね、これは申し入れ要請をしようということで、要請をさせていただきました。鈴木知事の中でですね、今、政府の方では、国の1万人っていう方針と同じような方向でここ進んでいるとは思うんですけれども、どれぐらいだったらどれぐらいの人数にしてほしいとか、そういう目安みたいなものが、お考えがあれば教えてください。あと、ごめんなさい。無観客っていうことについても、そういう方向もありだと思うかということも含めて教えてください。はい。まあ、一般論で言えば人数が少なければ少ないほどですね、人と人との接触、まあ、それが低減されるわけですから、感染リスクが下がるということがあると思います。で、感染状況が厳しければ厳しいほどですね、そういった意味では、そういった機会が少ない方が、それは当然感染リスクが低くなりますから、そういったことも含めた中での、その観客の制限など厳格な取り扱いをしてほしいというお話を、まあ、秋元市長と一緒にですね、まあ、要請をしたということですが、まあ、これはちょっと私バタバタしてて詳細を見れてないんですけど、尾身会長がですね、何か記者会見というか何か、やられたということで、まあ、その中の詳細はちょっと見てないですが、私も尾身会長と認識が少し同じ部分で言うと、やはり競技会場ですとか、まあ、そういったところっていうのはしっかり感染対策を講じていくということですし、まあ、いろいろ対策を講じていくんだと思うんですけども、まあ、どうしても、当然のことながらそういった競技の開催するところ以外でですね、まあ、ちょっとこれは例がどうか分かりませんけど、例えば何か競技の決勝とか何かがあったときですね、じゃあその際みんなでじゃあ大人数で集まろうってことでですね、まあ、お店なりお家に集まってですね、どうしても盛り上がってですね、マスクを外して大声でですね、応援をして、この密集する中でですね、そういったことが行われるっていうのは競技会場とは全く違った中で行われることだと思うんですね。ですから、そういったある意味では、まあ、組織委員会だとかそういったところで決める、そういったルールとは別のところでの
日本全体で取り組んでいかなければならない、そういった統一的なルールっていうんでしょうか。まあ、そういったものを、やはり、これは国で考えるべきなんだろうと思うし、明日多分知事会があるんだと思いますけど、そういうところでも、まあ、提案したいなと思ってます。最後になんですけれども、その、鈴木知事が要請した人として、その、これぐらいの、例えば感染者のステージであれば、これぐらい厳格にしてほしいですとか、そういった思いってもしありましたらお聞かせください。そこはまさに科学的な中でですね、まあ、今まさに議論されていて、競技開催が、まあ、そういった安全実施できるってことで、まあ、いろいろやってるんだというふうに思いますんで、そこは丁寧な説明を国民にする中で、疑問点っていうのはさらに説明をするだけじゃなくて、より感染対策をこう、まあ、講じていくっていうか、まあ、そういった中でやっていく話なんだと思うんですけど、まあ、私の問題認識っていうのは、そういった競技会場とかそういったところよりむしろですね、それ以外の方の方が圧倒的に多いわけですよね。その感染、見る方、感染する方、お収容人数どうするかって、これも大事なことだと思うんですけど、その会場に行けないまでもですね、まあ、例えばパブリックビューイングとかもそうですけど、いろんな形で、まあ、みんなで盛り上がると。これはお祭りですから当然そういうことになるわけですけども、そういった状況の中でやはり起きる人と人との接触であったり、またそこで行われる、まあ、そういったまあ、なんて言うんでしょうか、飲食を伴う場面だったり、まあ、そういったところでの感染リスクっていうのはやはり大きいところがあると思いますから、まあ、そういったところについては前回申し上げましたけども、全国民がある意味ではオリンピック楽しみにそういった形でですね、見るというときに、やはりこういった、例えば、そういった皆さんでテレビで楽しんでくださいだとか、この間総理も会見で、まあ、それはちょっとおっしゃってましたよね。また皆さんで集まるときもですね、今はそういった普段一緒にいる方と観戦しましょうとかですね、試合をですね、とか、まあ、そういった何か統一的な考え方っていうんでしょうか、まあ、そういったものを考えておく必要があるんじゃないかと。まあ、仮に感染が非常に下方に転じててもですね、今なかなかワクチン接種もですね、まだまだこれから一般の方に進めていくっていう段階でもあると思いますし、そういった中では、まあ、危機管理の観点からは何て言うんですかね、そういった形での対応を考えていくっていうことが一つタイミングとしてあるんじゃないかなと思ってます。よろしいですか。他にご質問ございますか。HBC の竹村と申します。今の五輪の、観客上限に関してなんですけれども、先ほど組織委員会の橋本会長が政府から緊急事態宣言やまん延防止措置が解除された地域を受けるイベント観客上限について考え方が発表されていて、ご自身橋本会長自身として関係自治体の知事や首長の皆様と直接電話で話をして連携密に取っているというお話がありました。実際に知事としてどのようなお話をされているのか、また道としては、まあ、今の中でなんか言えないこともたくさんあるというお話でしたけれども、現代会でそのどういった対策を求めていきたいかというところをお話しいただけるとお願いします。橋本会長からご連絡確かに来ました。で、内容はこの、5者協議ですか、そういったものの中でですね、この観客の取り扱い、こういったものを決めていくというお話でした。で、これは大臣の時からでそうですけども、私はとにかく安心安全最優先ってことを前面に出した方がいいんではないかということで、当時大臣であったですね、橋本会長にもお話をしてきましたけども、それとやはり先ほど申し上げたような、これは組織委員会というよりは、まあ、その国とかそういった話なのかもしれませんが、そういった競技開催地域以外のですね部分での対応が必要ではないかと思ってますし、また組織委員会の会長宛てにですね、秋元市長とその紙を出しましたので、これをご覧いただいているかと思いますから、そういったことを求めたということです。
ありがとうございます。あと一点、この件、この件というかコロナの件で、今後の、まあ、に関しての質問が今多かったんですけれども、まあ、緊急事態宣言が、20日で終了するということについて伺いたいと思います。緊急事態宣言の期間中にですね、亡くなられた方というのが今日までに、実は405人いらっしゃいます。そして4月1日から、6月の18日まで、まあ、今日までにすると585人の方が、亡くなっておられます。宣言は終了しますが、知事は道の対策の責任者として、このことについてどのように受け止めておられますでしょうか。はい、まあ、この記者会見でもですね、この毎回お亡くなりになったことが確認された方のその人数を皆さんにお伝えをさせていただいてきました。本当にですね、医療機関においてさまざま懸命な治療行為などが行われる中でも、残念ながら命を落とす方がですね、まあ、多数出てしまっている。このことに対してまず、ご遺族の方々に心からお悔やみを申し上げます。またこの、どうしてもですね、まあ、年齢が高くなってきますとですね、症状が重症化をされる、そういった方々も多くなります。またこの変異株の感染力、さらには肺炎症状などが見られる方の割合、これも非常に多い状況がありましたので、そういったことなどで残念ながらお亡くなりになるという方がやはり連日出ています。こういった状況をですね、少しでも改善をしていくためにですね、懸命に各医療従事者の方頑張っていただいているところでございますが、まあ、今ワクチンの接種、まあ、これも高齢者の方に優先的に今進めております。こういったワクチンの接種によってですね、重症化のリスク、発症のリスク、こういったものが効果があるということが明確に出ておりますので、こういったワクチン接種の加速ということがやはり大事だと思ってます。まあ、これからも市町村としっかり連携しながら取り組みを進めていきたいと考えています。すみません、あと言ってだけど、この感染の山の話でいきますと、これまでもどうしてもその、まあ、知事、何回もこの記者会見に出てますけれども、知事のご判断というのが、タイミングとして適切だったのかという質問が何回も出てますけれども、今振り返ってみて、もう一度ご自身のまん延防止や緊急事態の、発令、あるいは要請について、ご判断のご自身の評価をお願いします。はい、まあ、ここは繰り返し申し上げてますけれども、これまでの間ですね、4月の末、特別対策をはじめですね、感染者の増加とともに、特に感染者数が多かった札幌市、秋元市長と連携をしてですね、こうできる限りの外出を控えていただく、これは4月の下旬からですね、皆様にお願い申し上げて、営業時間の短縮などの独自の強い措置、さらにはまん延防止等重点措置、緊急事態宣言ということで、この4月の末から現在に至るまで、かなり強い措置をですね、協力、皆さんご協力をいただきながら講じてまいりました。まだその振り返るということがなかなか難しさはありますけれども、有識者の皆様などにですね、その検証をいただきながら、まあ、適切にですね、評価していただく必要があるというふうに思っています。よろしいでしょうか。その他コロナに関してご質問ございますでしょうか。よろしいですか。それではここからはその他のご質問も合わせてお受けいたします。ございますか。はい、すいません、せっかくなので HBC の竹村です。改めましてよろしくお願いします。熊のことで伺いたいと思います。本日熊が、札幌市東区に出没しまして4人の方が、重軽傷を負われました。まずこのことについて道としての、まあ、取り組めたことっていうのが、まあ、限定的だったのかもしれないですけども、ご自身の、まあ、どのような受け止めでいらっしゃるかということと、
あ、こちらをまず、じゃあお願いします。今日の、はい、はい、今の被害について。まずですね、今お話ございましたけども、ヒグマとの接触によって4名の方がですね、怪我をされまして被害に遭われました。お見舞いを申し上げたいと思ってます。まあ、このニュース、私も、拝見しましてですね、本来であれば、まあ、非常に住宅が密集する市街地ですから、通常であればですね、まあ、ヒグマが出没するっていう、これは極めて稀なことだというふうに思いますし、率直に大変驚いたところです。その札幌市と警察、猟友会、消防などが連携してですね、住民の皆様の安全に配慮をしながら、最終的には捕獲など、適切に対応をしたというふうに、お伺いもしまして安心をしたところでございますが、先ほど申し上げたように4名の方が怪我をされました。この後の話ですけども、これは極めて稀なことだというふうにお話ししましたが、やはりこの札幌市と協力をして専門家などに検証を実施をしていただいてですね、そこで得た知見などについてこの地域連絡協議会などで全土に共有をして、この対応を対策に生かしていきたいと考えています。まあ、このなぜこういった状況になったのかということが大事だと思ってます。ただですね、今このヒグマの関係はですね、今回の件も含めてこの4件続いているんですね。ですのでこういった状況も踏まえまして、今春秋の特別注意期間における周知をこれまでもやってきましたし、さまざま注意喚起はしてきておりますけれども、この皆様にはですね、下草刈りによる移動経路、そういったものを遮断をするということであったり、放置果樹の伐採、こういったことなどですね、熊の防除のですね、取り組み、こういったものを情報共有をさせていただいて、この適切な対策を進めていくことが改めて重要であるというふうに考えています。ありがとうございます。事前に少し伺いたかったのことがあったので、合わせてせっかくなので伺いたいと思います。知事としてちょっとお答えいただくのには多少細かすぎるところがあったら、ちょっと難しいかもしれないんですけども、まずその今、去年一昨年にもですね、古平で熊の被害で行方不明になったと見られる方がいたり、去年にも厚岸で山菜採りの男性が熊に襲われて亡くなったりということがありました。はい。で、北海道ではそのヒグマ管理計画で共存、熊との共存というのを掲げているわけですけれども、こう人身事故が相次いで時に命まで失われてしまっているということを、どうとして、どう捉えていらっしゃるかというところを伺いたいと思います。先ほど申し上げましたけれども、今回の件も含めて人身被害が4件続いているという状況がありますので、今回は、こういった住宅が密集する市街地ということで、稀な事例だとは思いますが、今ご質問にあったようなですね、山菜採りの中での、お話、あれはその子熊の死体がですね、あってですね、もしかしたらそういった守ろうとしたんではないかというお話などもありましたけども、そういったそれぞれについてですね、この検証を行ってます。そこで得た情報ですね、共有をして、できる限りそういったリスクを下げていくということを、これ徹底していかなければならないと思いますので、今回の件、稀なケースとはいえどですね、何かその検証の中で見えてくることがあるかというふうに思いますので、これ4名の方怪我をされてます。これは大変重要なことだと思いますので、しっかりと関係者とも連携してですね、対応していきたいと考えています。よろしいですか。すみません、この関係だと言ってんだけど、非常にその管理計画でですね、道としてその目標っていうのを掲げてらっしゃるんですけども、どうしてもその市町村でですね、その取り組みにばらつきが出てきている部分もあると思います。で、今後道としてどのようにリーダーシップを取っていかれる、あるいはこの点は特に力を入れていきたいとか、もしあればお願いします。取り組み状況、熊の出没状況とかですね、そういったいわゆる
市町村ごとにですね、警戒のレベルが違うということは正直あるのかなというふうには思っておりますが、ただ、まあ、今回の事例のようにですね、ある意味では稀な事例、まあ、今クマもですね、そういった市街地に出てくるという状況があったわけでありますが、まあ、そういった具体的な事例を共有する中で、そういった意識もさらに皆さんも持っていただけるというふうにも思いますし、それぞれ地域地域でクマとの関わりの中も間違って温度差というか、そういったところもありますので、やはり全道で起きている状況を共有しながらですね、皆さんで取り組みを徹底していくということが重要だというふうに思います。他にご質問ございますか。よろしいですか。はい。それでは以上で本日の定例記者会見を終了させていただきます。ありがとうございました。はい、遅くまでありがとうございました。